みんなさようなら。さようなら。バイバイ。獣になっている時の空。草。いきなりね。一番なんかあの獣じゃないよスターだよみたいな感じの空気だったんで、ちょっと獣にしてみました。ちなみにスワルはですね、ねえ獣になりすぎだろマジで。ソラちゃんはね、これがあることによって全てが時の空に収束するという、よだれとか垂らしとくか。ちょっとやばいかな。血でこうねえ。ちょっとさすがに、いやでもこれで大体わかるはずだよ。ちょっと待って、私みたいに猟奇的な人がいない、この中に。茶髪だからソラちゃんかな。怪物になったソラ。あ、でもゾンビ、え、それ押したの、あれ同じ考えの人がいる、あれかぶっております。もうソラ先輩だって一番わかりやすいのはこれを書くことだから、しゃくれてる、しゃくれより怪物になった時のことの方がでかいやろ。これわかるでしょ。完了。オッケー。なにこれ、ソラザウルス、ソラザウルスでどうでしょうか。待って、みんなみんな対面、対面何にしてんのみんな。ちょっと恐竜界とか、これつけとけば私みたいなとこあるから。あ、手がない、手がなんで前と後ろの足の形違うんだろう。ちょっと靴下履かせとこ。ちょっと後ろはちょっと靴下なくなっちゃったんだ。はい、スイちゃん先輩かぶったんですよね。なんでかぶるのこれ。みんなみんな同じ時だと思ったもん。同じ時だって。似てるよね。答えた後に自分に来るんだもん、カクター。そうそうそう。なんか間違えた。いや、そう、怪獣だ。怪物、怪物の。そらそら。あー、怪獣になっちゃった。怪獣になっちゃった。自分が、そらちゃんがそれを。最後にとかされてる。めっちゃ可愛いんだけど。そらザウルス、足の王さん。ぬいぐるみで欲しいもん。これ欲しいな。何にしようかな。火星にいる大統領。地球は青かったと涙を流す。アヒル系宇宙人をそらす。地球は青かったと涙を流すアヒル系宇宙人をそらす。え？地球は青くて、これはアヒルだ。ちょっと待って、なんだこれ、わかんない、こうよ、なんだこれ、え、何これ、だ、誰、右下、え、何これ、地球のことを思い涙を流す、え、わからん、どういうこと、地球のことを思い涙を流す大空さん、地球はおかしいだろう。でもこれスバル先輩を表すの難しくなってない？まあキャップかぶっときゃいけるか。これでわかるね。できた。でもこれもさ、2回目だからもうすでに違うやつになってそうな気がするけどな。なんか怖い。地球の行く末を案じているスーバル先輩。ちばー、地球の行く末を案じるちばー。地球アンドテラ、あ、地球アンドテラだったんじゃないこれ。うわ、絶対そうじゃん。あ、これ地球はおかしかった。地球アンドテラだと思った。これでもさ、ちょっと見て、スバルのアキル系宇宙人ファインプレーみたいな。地球のことを思い涙を流す。これやっぱり地球アンドテラをスイちゃん
アシストしてたってことだよ。そういうこと。そう、最近ね、なぜかスバルの初期ツイートがね、出回ってるっていう。地球アンドテラー、よくここから大空スバルって分かったな。いや、もうこのメンバーで帽子かぶってんのスバルだろうと思って。メタ読みなの。やっぱもう帽子しかないんや、スバルちゃん。ね、やめてる本体みたいになるから。え、どうしようかな。あー、やばい。待って待って、ギリギリセンス。やめろ。でもギリギリセンシティブだからね。服を脱いでますよ。脱いでる星町水星になる、これもしかして。センシティブないな。じゃあちょっと パイを漏らしてもらって、パイを持って、待って、ネクタイがあっちゃダメか。こんな、はいはい、こんな感じ、はい、これで、これなら、はい。ハイネス、なんだこれは。センシティブじゃないか。急に脱ぎ始める彗星。谷間がある。あ、これは胸を刺傷したってこと。急に脱ぎ始める彗星。スイちゃんいじられすぎだろマジで。あ、スイちゃん胸なかった。で、これ全部裸にしよう。肌色にして。やばい、こんなのバンになっちまうよ、スイちゃんが。全裸になったスイちゃん。エンロ、これ大丈夫、バンされない。めっちゃ肌色だよ、これスバル先輩の絵やろ。なにこれ、どんどんなれな。なんとなくな、ギリギリ、そう見たかった。しかも水星が描くんかよ、これが。いや、そう、ギリギリだな。かわいい。あー、もう何もあるからダメだ。ギリギリ。ギリギリじゃねえ。ギリギリじゃなくなっちゃったよ。バンバンバンス。しっかりダメになってるじゃん。ちょっと隠してる。優しい。あ、でも待って、回り回ってギリギリになってる。優しい。これバンギリギリになってる。そうだよ。バン対象だぞスバル。いやいや、これやばいからこれ。スイちゃん、なんで谷間描いたの。何？なんで谷間描いたの。え、谷間ないっすよこれ。あるあるある。え、ないないない。スイちゃん、スイちゃんが描いたやつ。スイちゃん自分で谷間描いた。いや違う違う、これネクタイ、ネクタイ、ネクタイ、ネクタイっすよね。ネクタイ、ネクタイ消して谷間にしたんだよね。え、なんで自分で刺傷したの。センシティブ要素入れようかな思って。あ、ないところから出してきたんだ。そうそうそう、ないところから。次のスバルのイラスト見てみ、真っ平らになってるから。マジでさ、刺してくれよ、持ってくれよ、これは。これ持ったらバンなのよ。水星ないや。これ私欲も満たせるんすね。いいの。そうだよね、スイちゃんに当たっただけだ。え、何かこう、何か、すっごい時間ある。え、水着にしよう。誰かの水着にしよう。誰にしよっか。谷間がある。じゃあ、スイちゃん、描こっか。リボンをしっかり描いて、ちゃんとね、もうこんなん、さ、水の中入ったら、ポロンよ、ポロン。モラレシ、スイちゃん。ナミーちゃんかな？あ、胸が大きいから。やばい。待って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 、やばすぎやばすぎ。ねえ、あ、ごめんそらちゃん。え？なんだった？人魚姫とかあったのかな。なんか乳みたいなのあったけど、なんかその下赤かっていうのは何だったんだろうこれ。ここに草が生えてた？やったー、間に合った。おい、もう終わってる。なんで？顔悪る。嘘だろ。なんか謎の、なんかこういう、なんかこういう、なんか血の出てる足があって、で、キュウリ。キュウリがあった。え、再現度高くないでも。なにこれで、
めっちゃ髪の毛なびいてたよな。マジこんなんでしょ。え、誰こいつ、ニューメンバー、え、誰。あ、いたい。おおー、どういう気になるよ、これは。見覚えがある。待って、これ見覚えがあるぞ。キュウリの正体これか。なんで最初が上手だって。もう何もかも忘れてる。何これ。何これ。やばい。新キャラだ。誰かと思ったら先生かよこれ。先生先輩だったんだこれ。これどういうテーマだったんですか。これはボインボインのスイちゃん先輩。そうだと思いました。いや、なんかそう、なんかおっぱいっぽいもんはあるなと思ったけど、なんかどう見ても血走ってるから足かな。なんで海の色かわかんないけど緑になってる。緑になったの。なんだよ、キュウリだと。気づかなきゃと思って時間ないと思って。終わっているだろ。そんな青のりみたいな感覚で添えられたんだから、ね、そうかないと。え、なん、お題ください。え、アクタン、アティシ、アティシ。え、なんかアクタンっぽくないの、なんでだ。あー、わかったわかったわかった。生えてる位置だ。生えてる位置がここから生えてて、で、こういうこと。あ、いいね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 。本気でも持たせてと。はい、かわいいアクタンの完成。あー、すごい、アクタンじゃん。え、これ出てこないの、アクタン。え、アクタン出てこないの。ちょっと待って、伝えないの。待って、アクタン青色じゃねえ、髪の毛。ちょっと待って、ガチでごめん、アクアン。いや、でもアクアンこんなんだったよな、アクアン。やばいやばい。いや、でも伝わる伝わる伝わる。いや、何、ちょっと待って。急にアクア先輩来るじゃん。かわいい、これスバル先輩のイラストやん、絶対。あれ、なんか違うな。アクア先輩もさ、この2色使いすれば絶対にアクア先輩ってわかるから、すごいいいよね。なんで。あ、ティシあ、こんなんじゃなかった。え、完全にアティシだったよね、これ。ね、ドレッドヘアみたいになってて、え、ん、こんなのっきり。ちょっと、あー、やっぱ私だったんだ。アクターなんだこれ。別の人が参りました。あ、キレが早くないか。スバル、梅干し食ってる。あ、なんか嫌な予感が。あ、あれ、あ、嫌な予感がするな。あれ、嫌な予感しないだろ。カラーパレット違う。ちょっと待って。なんか紫だったから。あれ、紫どこにやったの。あ、でも待って、アクタン、ちょっと待って。お前、アクタンに謝りに行きよ、今すぐ。アクタン、え、それでこんな可愛かったのに。こんな無惨な姿に。うまっ。この時どういう心境だったの。え、なんかこれスバル、イラストなぞれると思ってて、めっちゃなぞったのね。え、わかるわかる、なぞれると思ってた。え、私もなぞると思ってたの。なぞれねえじゃんってなった時に、もうアクタンの情報が一気になくなって。アクタンが獣になっちゃった。これ一コマ目大事だな。ポルカが何かに気づくというワンシーンからいくか。何かをめちゃめちゃ見る、これこれでさ、これぐらいでつなげやすいんじゃないでしょうか、これ。あっ。じゃあ敵だね、空先輩を描きたい。返り血も浴びている空先輩、うまっ。この後どうなるんだろう、気になる。ナイスボート。なんかおかしい人いるんだよね、本当に。たまに取っ組み合いの喧嘩になるはずだから、なんとかして避けている状態になり、オッケー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 。ちょっと待って。悪い顔にしてみました。崩れ落ちたポルカ。
犯人撃退してそう、これ何人もやったもんな、この返り血は。だってやん、すごいの来たよ。最初どうなってんの。床に落ちてるわけよ。なんか全員やったみたいな感じ、これって埋めておくかじゃん。埋めておく、スコップ、シャベル、シャベルとスコップってあれ地域で呼び方違うんだっけ。みんな今日はなんか合法でソラちゃんをちょっと遊んでないか、大丈夫か。あ、爽やか、なんで爽やか。あ、時間なくなった。あー、これこれなんだ、何かが起こった。ちょ、何が起こったの。ね、ソラちゃんをさ、みんなソラちゃん、あー頑張ったよ。ソラちゃん何だと思ってんの。ソラさん、どうなった最後。え、埋めた。あ、埋めた。え、綺麗になったじゃん、これ。綺麗だ。怖い。怖い。変わってしまった、ソラちゃん。いや、だからソラちゃんのこと遊びすぎでしょ、今回。自分で気づかないうちに埋めちゃった、自分のこと。どれが何だと思ったの。色はさ、緑と赤となんか黄色とか、なんだろう、全員殺したのかなと思って全員埋めましたね。まさか思ったら、まさか自分を赤いに自分を埋めるとは思ってなくて。顔が邪悪すぎる、スイちゃんという。邪悪にしたかったんだよ。なるほどね。腕組み、アンキモがみんなに勝負を仕掛けてきたみたいにしたいんだけどな。策がコスな、じゃあ6人は厳しい。え、なんだこれ、突如牙を剥くみたいな感じ。これじゃあみんなでこれを驚かせるみたいな感じしようかな。ハキモがこんなことにいいみたいな。シックスパックにしようか。こんな感じ、かわいい。え、なにこれ、何がどうなってこうなったの。食わせるか、やばいかな、やばい、これなんでこんなことになっちゃったんだ、アンキモ。5人食われてるけど、これスバル先輩がネズミになったってこと。食ったネズミがごっくんうってなる。これ次のシーンの人さ、これ全員が食われたってわかんないもんね。とか髪の毛とか出しとく、次の人に任そう。これこいつ誰だってなるよな、次の人。これ何。ちょっと待って、これ何、なんかキメラみたいなの来たんだけど。ジッパーされたのか、こいつは口を塞がれたんだね。でも坂本は解決法を知っているよ。こうなって中から出てこよう。オッケーオッケー。何。新たな生命がバーン出てきて、こいつがもう避けてしまった。うん、避けとる避けとる。うん、綺麗に避けとる。綺麗に避けとる。なんかみんなバイオレンス、やっぱ獣なんだ。やっぱみんな獣なんだ。うん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 。何なんだろう。何なんだろう。さあ先輩、怒ってる。これね。ちょ見て。見覚えあるわ。見覚えあるわ。何ここでしっかりアドレナリン決めてる。なんか。あ、そう、そういうんだ。そうか、先輩だったんだ。それ100万じゃん。いや、100万じゃん。ねえ、これ出てきた。やばい、やばい。怖い。これがスターアニマル。すごい。スターアニマル、サイコパス揃いすぎだね。口をさ、チャックで閉めてんのかと思って閉じられたのかと思って言われて、そういうことだと思ったのか。そう、でもお腹から出れば大丈夫と思って。お腹から出れば大
丈夫なのか、ちゃんと伝わってるのも怖すぎる。食われて胃の中でオラーって出てきたの。そう胃の中スターアニマル6人の集合体ってことですね。集合体じゃん。合体したんだ。行くぞって出てきて、これなんですよ。行くぞ、スターアニマルはなんで猟奇的縛りしてるの。わかんない、血の気が多すぎる。最後絶対血が溢れてる。絶対最後血で終わってる気がする。ね、ポルカ先輩をまず書きたいんだよね。ちょっとみんな当ててみて、何が行われるか。オッケー、虫歯のポルカ先輩ね、これ。なんなら親知らずがいいな。センシティブにしとこ。こんぐらいにしよう。え、あ、虫歯のポルカ治療始めますわ、じゃあ。ウィン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 。そりゃそんな顔にもなる。歯医者さん、キランキランみたいな入ってる。こんな感じで。ポルカよ、歯医者嫌いなんだ。ポルカは絆創膏的なやつをこう書いていくの難しい。ヒリヒリみたいな。もうこりごりだよ、歯医者さんは。これ歯医者伝わらないのか、前の人に。多分もう一回歯医者、歯が痛いからもう一回これ歯医者だって。なんか規制されてる。あ、虫歯か。あ、スイちゃんが口の中手突っ込んでぶち抜くっていうのにするか。ゴムゴムの彗星やばいな。いけますよ。嬉しいよ、スイちゃん、救ってくれるんだね、ポルカのことをって言ってるポルちゃん。え、何、ちょっと待って。スバル先輩の歯抜いとるな、スイちゃんが。これ最後だもんね。もうこれは歯抜いて。で、ポルカ先輩から違う意味でのセンシティブになりそうな気がするんだけど、大丈夫かな。最後だし、文字入れてもええやろ。歯もありがとうって言ってる。いい物語になったんじゃないの、こう、おおむね全体的に。これさ、何だったの。あ、虫歯になったポルカ先輩なんてよ。だよね。痛いよ。え、怖い。あ、ドリルドリル、痛いって。痛いよー。あ、痛いよ。あ、終わった終わった。あ、終わった終わった。あれ、どうして終わった。ペンを開けてない。なんでそこで出てきた。怖い怖い怖い。三曲じゃねえんだよ。ちょっと締めだから、なんかいいかな、書いても。いや、これなんかね、痛がってる、虫歯で痛がってるポルカかと思った。だからやっぱスイちゃんが治療して開けなきゃと思って。スイちゃんの治療嫌だよこれ。無限ループになる、すごい。やばい、ずっと見てると無限ループになる。すごい。また痛み出すんだ。そう、また痛くなって歯医者行って、ああよかったと思ったら、スイちゃんが痛いよって。無限抜歯編って言われてる。そう、無限行くということで、皆さん、楽しんでいただけます。楽しかったね、みんな。口が楽しかった。